お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ルシアン佐藤です。はい、来週末はハッピーバレンタインということで、私この時期までずっと作りたいんだけど、これはバレンタインの時期かなっていうので作らずにいた、作ってみたいものっていうのが一つあって、エモジョワさん、わかりますか？ツイッターで YouTube のそのエモジョワさんの動画の語彙力を失うチョコアイスっていう、これ食べたいっていうね、リツイートをしたんですけど、そしたらなんとエモジョワさんご本人から15倍のレシピ置いときますねっつって、こう材料をこうねいただいたわけですよ。概要欄にエモジョワさんの方のレシピの動画のリンクはつけさせていただくので、ぜひそちらを見ながら作ってみてもらえたらなって思うんですけど、食べるのが楽しみでしょうがない。はい、このオープニング撮ってる時点でもうチョコアイスの仕込みは終わったんですけど、ものすごい大量のチョコアイスができました。レシピに忠実に作ってみました。はい、できました。アイスだよこれ超巨大、
かなりいい感じにできましたけど、ちょっとねやっぱガナッシュを最初混ぜる時に若干固まっちゃったかなって思ってたんですよね。だからちょっとね中にこうつぶつぶが残ってるんですけど、もう待ちきれないので早速いただきます。ちょっとせっかくなのでこれですくってみます。じゃじゃーん。ちょっと まずは盛り付けて食べてみます。わあ、結構サクッとしてる、ふわふわで。うん、まっ、まっ、うん、おいしい。めちゃくちゃ美味しい。くるみ入り。すごい軽い、うん、チョコの香りがすごい良くて、ものすごい軽いチョコアイスです。うん、ナッツ、くるみとの相性がやばい。食感がほんとふわふわで軽いだけど味ものすごい濃厚みたいな。うん、今回ねツイッターでレシピを教えていただいた時に、あの動画のチョコレートアイスは卵白だけ使うレシピだったんですけど、あまりにもね量が多いからそのまんまのレシピを使わせていただくと、卵白15個分で卵黄が15個分余っちゃうっていうレシピだったんですよ。なんでモジョーさんがあのサバイオン、あの卵黄のふわふわのやつ入れても美味しいですよっていう風に教えてくださって、サバイオンとメレンゲ両方入れるレシピを教えてくださったんですよ。なんで今日はそのサバイオンとメレンゲどっちも入ってるチョコレートアイスなんですけど、だから多分エモジャーさんのやつよりもさらにこう卵の卵黄の濃厚さっていうのが強いはずですが、もうふわふわ濃厚美味しい、やばい。うん、夢みたいなことやっていきたいと思います。このまま掘って食べたい。凍ってなければムースショコラだよって書いてあって、ふわふわです本当に。もじゃさんのレシピの動画とそのサバイオンが入ってる分ちょっとだけ手順が違うから混ざらなかったらどうしようと思って、これちっちゃいサイズを試作したんですよ。それはいい感じに混ざって、で大きいサイズでいざやった時にやっぱ各材料の状態変化がすごく早くて、ホイップを合わせる時になんかもうガナッシュがちょっと固まっちゃうかもぐらいまでちょっと冷えちゃって、でも慌ててホイップと混ぜたんですけど、すごいそわそわしちゃった。うん、
食べられそう。ずっと食べるんだけどさ、ふわふわだからそんなにキーンと冷えないですね。そう、ピアスは視聴者さんにいただいたカトラリーのピアス、めっちゃ可愛くない？うん、実はイチゴを準備していました。幸せだよ。いい感じ。ああ、ちょっともうこのチョコと混ざったイチゴがめちゃくちゃ美味しい。やばい、この溶けてムースショコラになったアイスがイチゴと超合う。うん、うわー、この辺ふわふわだ。アイスをさ、食べるからさ、おこたを用意してくれたおにぎりちゃんが今日はぬくぬくこたつにはまりながらアイスという自堕落な生活のっけちゃおうと。ピアスとそっくり。このね、スプーンを見て視聴者さんがこれ送ってきてくれた。もう本当にみんなの愛がたまらなく嬉しい。やっぱさすがに寒くなってくるね、こんぐらい食べたら。1時間半ぐらいずっと食べ続けてるんですけど、全然溶けない。ナッツ、ナッツ、間違いないね。混ざるかな。岩石みたい。食べたいけど、食べたいけど寒い。ちょっとね、そろそろしょっぱみを一度挟みたくなったので、トマトスープを食べたいなと思います。
味変で。うん。これはいいしょっぱみ。ミント、フレッシュミントで作るチョコミントにしてみた。チョコが強い。ミントが全然、ああ、後からやってくるけど、結構主張でするかなと思ったんですけど、全然ですね。はい、完食でーす。ごちそうさまでした。ということで、今日は念願かなってエモジョワさんの15倍レシピでした。お返事くださったエモジョワさん、ありがとうございます。結構手順は簡単だし、泡立てるものの硬さと、あと温度とかかな、だけちょっと気をつければ綺麗にこう混ざって美味しいアイスがすぐ作れます。チョコってやっぱ魅力的ですよね。はい、今日のアイスレシピはぜひぜひエモジョワさんのガチの方の動画を見に行っていただければなと思います。見てるだけでも幸せになる動画がたくさんあるので、めちゃくちゃおすすめです。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日はバレンタインにもぴったりなんじゃないかなっていうエモジョワさんの語彙力を失うチョコアイスでした。美味しいしか言えなくなるっていうのも本当に幸せです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。